はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。はい、ガシャポンゴーストアイコン04です。はい、今回もやってきましたね。はい、またラインナップ分回してきましたね。はい、はい、ベートーベンゴーストアイコンとビリー・ザ・キッドゴーストアイコンがラインナップされてますね。うん、ノーマルとキラキラメッキーバージョンです。うん、前回は、ツタンカーメンゴーストアイコンのキラキラメッキーバージョン出ましたね。はい、今回も出てほしいね。うん、で今日はですね、エイシン君すごい絶好調の日なんでしょ。うん、だからエイシン君は開けてくれる。うん、あのこのテープだけパパ取るからさ。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、じゃあ早速1個目開けてください。はい、よし。ビリーザキッド、ビリーザキッドのノーマル、ノーマルか。はい、じゃあ2個目お願いしますね。はい、お願いします。キラキラメッチ来い。あー、かぶりです。え、うわ、初めてかぶっちゃった。うん、かぶり、完全かぶり。うん、ノー。はい、ということでこちらがデラックス版のビリーザキッドゴーストアイコン、そしてこちらがガシャポン版のビリーザキッドゴーストアイコンですね。はい、はい、では両方ともボタンを押してください。お願いします。はい、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 はい。まあやっぱりこっちの方が中のシールがキラキラだね。はい、もちろんアイコンの上、ここのシールもデラックス版の方がキラキラですね。はい、はい、アイコンの元々のこのね、茶色の部分、うん、デラックスの方がキラキラしてね。うん、普通の茶色だね。そうだね、こっちはキラキラしてないですね。うん、はい、それではもう分かりきってるんだけど、一応ゴーストドライバーで聞いてみましょう。はい、ゴーストドライバー、ビリーザキッド、ビリーザキッド、一緒だね。はい、はい、一緒だわ。ゴーストチェンジ、ビリーザキッドからビリーザキッド、ビリーザキッド、はい、ということで今回はガシャポンゴーストアイコン04でした。はい、ということで今回は残念な結果に終わってしまいましたね。うん、前回ね、メッキ出たからね、よかったんだけどな。かぶっちゃったな。そうね、このラインナップ少ないとどうしてもかぶるよな。そうだよな。そうだよね。うん、はい、ということで今日の動画がですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いしてくれ。はい、お願いだ。はい、これ今のダメなんで低評価がついちゃう。そうだね。うん、すいません。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。はい、バイバーイ。バイバーイ。